J-Wave で放送中の番組、セゾンカードトキオホット100で、ニュージーンズの ETA 第1位を獲得した。このチャートは、J-Wave 全番組のオンエア回数、ビルボードジャパン協力の各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、ツイッターのツイート回数をポイント計算。 番組では世界の音楽シーンから J-Wave が厳選した100曲をカウントダウン。ここでは8月20日、日曜日付のチャートを紹介。10位、緑黄色社会、サマータイムシンデレラ。富士テレビ系月級ドラマ、真夏のシンデレラ、の主題歌。ドラマ主題歌ということもあり、各種サブスクやダウンロードでもポイントが好調で、 エントリー3週目にして先週から5ポイントアップして10位圏内に登場となった。9位、ポストマローン、オーバードライブ、ニューアルバム、オースティンから、ジョイ、という曲もチャートにエントリーしたことにより、5ポイントダウンで今週は9位に。最近27キロの減量に成功したポストマローン。あまりの激痩せぶりにネットでは不穏な噂が流れたが、 本人は先日受けたインタビューで痩せた方法は毎日何本も飲んでいた甘い炭酸飲料をやめたことだと明かした。しかし完全に飲まなくなったわけではなくライブの後は甘いソーダをご褒美として飲んでいるのだとかポストマローンの来日公演は9月27日水曜日有明アリーナで開催となる。8位ベアバドーベイザウェイシングス号2023年の3月 4月にはテイラー・スウィフトのザイラズツアー北米公演の前半戦でオープニングアクトを務めたベアバドーベイ。自らのヨーロッパツアーを6月末から7月上旬まで行う予定だったが、体調不良を理由にキャンセルした。心配されていたが現在は無事ツアーに復帰しているようで、先日元気にアメリカのポートランドでライブを実施した。7位、カルビン・ハリス、サム・スミス、デザイアー。 先週25位から18ポイントアップで一気に7位に。カルビン・ハリスといえば2022年の夏にはアルバム、ファンク・ W ・ A ・ V ・バウンス・ボリューム2が大ヒットしており、k キ o ホット100でも8月は2週にわたって、ステイ・ウィズ・ミーがナンバーワンを記録した。デザイアーも新たなサマーアンセムとなるかが気になるところだ。